法務部調査局の文章法務部調査局とは、中華民国の法務部に設置されている防衛捜査機関。局職員は、司法警察権を有する。法務部組織法で、調査局の設置が規定され、組織の詳細は、法務部調査局組織法に規定されている。日中戦争時代は、中央執行委員会調査統計局と呼ばれ、略して、中東として知られた。 1928年、国民党中央組織部調査課設立。1935年、中央組織委員会党務調査ところに昇格。その後、中央執行委員会調査統計局に昇格。1947年、党員通信局に解消。1949年4月、内政部調査局に改編。同年12月、政府に従い。 台北に移る。1956年6月1日、司法行政部に移管。1980年8月1日、法務部調査局に解消。法務部調査局組織法に規定されている。各省、県及び重要地区には、調査どころ、調査単または工作単が設置されている。 成りあきらただし局内部から昇進した、唯一の局長、五透明アメリカ合衆国、パデュー大学の機械工学博士、両正志号最初の文民局長。後に法務部長大阪江修王校、右よも茂退任後に起訴された、最初の局長、ごあきら。ありがとうございます。